すいません、バッテリーが切れちゃいましてパート2でございます。まあだから FX の予測っていうのは、予測と反省っていうのはトレーニングのためにやっていくわけですよね。で、大体1ロットぐらいで毎日毎日5000とか1万円っていうその額ね、これ生活に影響する額ですよね。毎日5000とか1万円が勝てるっていうのは、で月トータルで20万円前後になったところから予測にはかなりね正確さを求めていって、さらに30万50万みたいなフェーズを目指していけばいいと思うんですよ。だからやっぱりね、始めた頃って予測は本当トレーニングのためですから、一喜一憂しないことです。なんでその予測になったのかってことを振り返ること、そしてどこに自分のあらがあったのかってことね、それからあのフォーメーションではなくて、あの何と言いますかね、ろうそく足の形でもなくて、単なる感覚でエントリーしちゃったかどうかってこと、予測を立てちゃったかどうかってことは振り返ってみるとよくわかるんですよね。こんなん根拠じゃないじゃんみたいなことがよくあるんですよ。で、あ、ここは根拠だったのに気づけなかったかなっていうのがよくあるんですよ。そのために予測とそれから検証をね繰り返すことだと思います。コロナよりも大変気になることがあります。塾長はどうお考えでしょうか。食料は順張りでストックしていってるんですが、まずコロナなんですけども、まあ感染症なんで警戒はしなければなりませんけども、私は言ってるようにね、もうこの3月ぐらいからの警戒っていうのは異常だなと思いますよね。ここまで警戒してしまったら別の死人が出るし別の被害が出るんで、これはやりすぎと、それからあの煽りすぎなところもあったり影響を受けすぎだと思うんで、あの誰か専門家が言ったからどうとか、どの国のどの都市が閉鎖してるからどうとかっていうのではなくて、やっぱ自分で内側から考えていくっていうかね、自分の発想を持っていくってことが大事だと思います。で、確かに自分の発想を持っていると大多数の受け売りの人から攻撃受けますよ、やっぱり少数派なんでね。でもやっぱり少数派であることをやっぱ大事にしていかないと、みんなと同じようにやっていったらみんなと同じように破滅しますんでね。で、私たちはみんなで集団幻覚を見ることが多いですから、そこはちょっと慎重にならないといけないと思います。だからといってね、あのみんなが言ってることがあのデタラメっていう風な先入観も違うんですよ。たまたま自分が発想していることと多くの方が発想していることがイコールになることはあるんで、非常に難しいんですけども、自分の情報とか自分の判断が多くの人に煽られてのものなのか、きちんとした根拠を持ったものなのか、その根拠が当たったり外れたりするわけなんですよ。というのが、多くの方はね、その情報ソースはどこですかって言いますけど、情報ソースだってね、本当かどうかわからないんですよ。これ誰にもわからないんですよ。まあ、ですので、自分の判断で自分で責任を持つってことなんですよね。国が言ってるから、誰かが言ったからとか、近所の人が白い目で見るからっていう判断は本当にね、戦っていかなくてはならないんですよ。そういうことではないんですよね。で、今緊急事態宣言が解除されていますけども、あの39の都道府県でね、結局これはゴールデンウィークが明けた時に安倍総理が緊急事態宣言を最大5月31日まで延長しますって言ったけども、結局で連休が明けたらもう勝手にやりだしたんですよ、国民が。だから後追いで、これは国民が自分の言うことを聞かないように、あの聞かない方にね、あの自由にやりだしたって思われたくないんで、緊急事態宣言を渋々解除していったっていうふうに私には見えるんですけどもね。で、次なんですけども、食料の関係ですよね。その他、大陸間弾道弾ミサイルの件、ニューヨーク沖に墜落、はい、カナダパンダ外交を終了し、全土中国に返還へということなんですけども、アメリカと中国の対立っていうのはここで、ね、極めて、露骨になってきたなというところでございます。ただね、これがね、悪いことばかりではないんですよ。あのまあ、仲良くするに越したことはないんですけども、結局このアメリカと中国の覇権争いっていうのは別にね、習近平国家主席とかトランプ大統領が自分たちのエゴとか見栄でやってるわけではなくって、やっぱ自国を守ったりとか、あの同盟国のバランスを保つためにはちょっと強気に出ないといけないところもあるんですよね。あとプラスなんですけども、世の中を平和に収めるためには逆説的なんですけども、争う存在っていうのが結局必要なんですよ。私はそういうふうに考えるんですよね。で、ツートップが手を握っちゃうとどういうことが起きるかっていうと、もっと貧困が激しくなります。で、建前論なんですけども、まあ、中国によるね、隣国の弾圧とか隣国への進出っていうのはやっぱアメリカにとっては面白くないわけなんですよ。ですのでアメリカが建前上は同盟を守らざるを得ないと、中国が勝手にやることを許さないような態度を出していかないといけないということで牽制するんですよね。で、中国に対しても同じです。あんまり派手にやると、歯止めが効かずにやってしまうと、アメリカからの不況を買ってですね、結局貿易でうまくいかなくなったりとか、中国派を離脱してアメリカに駆け込むような国が出てもいけないので、そこそこのところでね、手を引かないといけないんですよ。このお互いの緊張感がきっと
短い間ですけども、この世の中を平和に近い形に維持してくれてるんではないかなと思うんですよ。そして日本の立場ですよね。未だに中国に行くのかアメリカに行くのかって揺れてるんですけども、これ潜在的にはアメリカだと思うんですよ。ただその意思表示をはっきりしないことによって、結局ね、日本がどっちにつくかってはっきりさせたら、その時点で戦争スタートだと思うんですよ、私はね。ここがすごく危険なところです。中国は日本にいとも簡単に攻めることができますし、アメリカは日本という盾を使ってですね、間接的に中国を攻めることができるという、でアメリカは結局無傷を保つことができるというね、こういろんなことを考えないといけないんですけども、さあどうなるかっていうのは私にも分かりませんし、誰にも分かりません。核ミサイルのボタンが押されるってことはないにしても、日本は日本でこういう意味でも独自の決断を持たないといけないのかな。その前提としては核兵器を持ちましょうってことに論調が高まる可能性もあるんですよね。はい、マスクはマスクでも毒ガスが必要になるということもありますよね。今のところね、いろいろ考えられるんですけども、確実にこうなるってことは分かりません。これ誰にも分かんないと思います。ですから私も限られた情報と、まあね、未熟なこの思考回路で妄想するばかりでございますけども、少なくともできることっていうのは、自分の家族を守ることとかね、自分の地域を強くしていくことぐらいなんじゃないかなと思いますよね。その先に、なんて言いますかね、本当に暗い未来も考えられます。でも最悪の状態の中でも私たちは最善を尽くしていくことができると思いますので、一日一日ね、ある意味覚悟して生きることだと思います。明日っていうのが当たり前のように来るとかね、10年後っていうのが完全に当たり前のように来るっていうのではなくて、もしかしたら明日私たちは生命を終わらせられるかもしれないんですよ。もしくは10年後ってものがもうすでにね、どっかの国に、日本という国が支配されてるかもしれないと。それは歴史を見れば明らかで、独立を守り続けた国ってのは本当に稀有な例なんですよ。例えば日本ですよ。日本っていうのは、建国2000年以来ね、他の国に侵略されたことがないっていう歴史を持っています。ある人から言えば、今アメリカの支配下にあるからアメリカの植民地だみたいなことを言う人もいますけども、でもアメリカの植民地だとしたら結構豊かな植民地ですよね。だからそれはそれで植民地だから悪いってことにはならないかと思うんですよ。ある程度搾取されても、この日本での我々の暮らしがもし守られるんだったら、もう悪くないかなっていうふうに判断することもできますし、いやいやでも日本は搾取されててとんでもない目にあってんだっていうのも、納得できるところなんですよね。結局はいろんな面がありますけど、自分がどこに属しているか、どこに立っているかってことが、スタートラインだと思います。極端な話言えば、日本がどうしようもなくね、ダメな国になっちゃったとしても、自分の暮らしとか自分の家族が幸せだと感じれれば、それは自分の裁量でできる範囲かなと思いますんでね。ただやっぱり日本という国が豊かで、バブル絶頂期でも失業率は 2% あったわけですからね。そうなったら、その失業に関わった方とか、バブルの絶頂期でみんな周りは調子がいいのに自分だけ恵まれないっていう、この劣等感っていうのはまたね、悲惨なものがあったと思います。そういう時にはね、なかなか派遣切りとかいう保護政策もなかったですし、それはそれでなかなか難しかったんではないかなと思うんですよ。いろいろと考えること多いですけどもね、私が言うことも半ば妄想みたいなもんですから参考にもならないかと思いますけどもね、でも現実、最悪の場面でも最善を尽くすしかないかなと。あとは悔いの残らないようなね、今日という日を送ることが私たちにできる最大限の抵抗なのかなと思うんですけども、皆さんいかがお考えでしょうか。それではパート2も終わりで、前編後編とお話終わったかなと思います。またメッセージいただければ幸いです。ありがとうございました。